こんばんは。あったかそうな着てる？だって着てますよ。裏起毛。そう、いつも体型が違うのは、いつもだったら机ドレッサーでやるんですけど、それは本当に今私がその机の上で配信をしたら、ベッドが映るじゃないですか。でそのベッドが本当に今悲惨な状態すぎて、片付けるのめんどくさくてやめました。今日はまた違う画角でお届けです。本当にやばいの。でどうしようかな、本当にサンタさんの格好でもさ、12月愛知だしね。ウーアのチャーハン作りちょうだよって。やった、ちょっと誰かに聞いてみよう。まあ、やるなら土日どっちともしようかな。でもさ、もう行っちゃったらさ、やった方がいいじゃん。もう行っちゃって、強制的にやらないといけないあれを作っちゃおうかな。土曜にサンタさんして、ちょっと今グッチに聞いてます。じゃあやりますもん。今日インスタ動画しようと思ったので忘れちゃったな。サンタさんは何も決めてないな。でも12月愛知だから、愛知はだから、なんか トナカイとサンタさんをしようかなとか思ってるんだけど、ちょっと78だね。12月78でも、こんばんは。
でもここで来ちゃったら、まあ、あれができるよね、メリークリスマスの写真を撮れるもんねっていう実用的な考え。配信でやってもいいし、でもさ、まあそっか こんばんは。だってさ、でもさ、そういうコスプレさできる機会ってもうさないよね、多分12月以外に。1月ってなかったっけ、あ、25、26があれか。1月は普通に私服かな昨日ね、みなとね、カラオケ行ったロンリーソブウェイと最強アイドルヨシカがもうあったんですよ。だから歌ってきました、ロンリーソブウェイも最強アイドルも。そう、なんかいやまだないかなとか思ったけどありました。早いね、早いって言ったらもう9月か。ことはめっちゃ寝てる。最強アイドル歌えるの？私最強アイドルの YouTube めっちゃ見てるんですよ。 YouTube でめっちゃ見てるからもうわかる。私があのなんか今に見ていろ世界一になるぜみたいなとこポーズみたいなとこするんよね、多分。そうポーズみたいなとこするんだけど、その時にリサキとハナさんがこうやってハート作ってるの、こうやって、それが好きそう、見すぎて歌詞もわかります、ちゃんと聞いてる何回も。さあ世界一になるぜって、そうやってんの、こうやって花さんとリサキがこういうハートをねこうやってしてるの。見てみて。それが可愛いの。何があってもブレイクさせる未来楽しみにしてくれ。お前知っててよかったよって絶対思う日が来るさ。最強アイドルよろしく。よくない、最強アイドルよろしくってよくない、めっちゃ好きなんだよねこれ。
きな人多いよね絶対。楽しい。本当にさ、もう衣替えしなきゃなんだよね私。まだしてなくて。ロンリーロンリーロンリー通りを追わない。やばいよねロンリースープ寂しい地下鉄。ロンリーロンリーロンリー通りを追わない。どんな嘘をつけばそう私は許される。何も怖くないけど今後シェイブルサイル平気についても。今度のお下車10日か。でもなんか最近一人でカラオケに行きたくて、私やっぱさなんかね聞かれるの恥ずかしいわって思って、一人でもうのんびりフリータイムとかで行ってみたいなって思いました。そんな多分歌うことないけど。前に行ったことあるにフリータイムで本当結構朝の方から昼間ぐらい帰ったの。私は何を歌うんだろう。でもノイミーさんとかが好きだからそこら辺を歌って、あと普通にそれアイドルじゃない歌手の方のやつも歌うしね。そんな感じでございます。私のこんばんは。じゃあ私も買ってくるわ今度ドンキで可愛いやつ。カラオケ配信絶対しないかな私的にカラオケ配信ね恥ずかしい。15分、まあ気分ですね。カラオケ配信をしたくなる日が来るのかもしれないから、その日が来ればって感じですかね。カラオケ全く行かないのだから、いきなり久しぶりに行った。前にグッチとも行ったんだから、いつ行ったんだろう。でもあんま行かないな。
ラオケって、カラオケって行かなくない普通。人いる？この中で行く人いる？カラオケ結構頻繁に行きますって。行かないよね。なんかさ、わざわざさカラオケで歌おう。あー、まあ、マイク使いたい。え、どうなんだろうね。私は行かないんだよね。でも一回行ったらハマっちゃうから、多分そういうもんだと思う。久しぶりに行ったら結構面白かった楽しかった。多分点数が知りたい時とかさ、なんかかな。あ、ストレス発散、確かに。毎曲100円とかだったらやって、それやばいね。今って何円ぐらいなのあれは。でも昨日結構ポテトとたこ焼きとなんかチーズのノイルと食べて2000ちょっと2人でだったから、どんぐらいなんだろうね。その食べなかったら、食べなかったら700円ぐらいなのかな。でもね、さ、なんかカラオケ、なんか最近ってカラオケ行ってもあんまり歌わずに語るらしいのよ。お話しするらしくて、そういうのはもうあるんだって。最近はカラオケでおしゃべり。なんからしいよ、私が聞く噂ではなんかお話しするんだってカラオケで。ドリンクとかもあるからさ、多分いい感じに。で、たまに歌ってたまに話してとかなんだって。いいやんいいやん。メンバーの誰だか出したいですか。私語らないけどね、普段そんなに。語る？語んないです、私多分普段絶対語んない人だから。でもやっぱりなんか普段あんまり喋んない人とこうご飯とか行ってお話しするのは楽しいなって思います。そう、やっぱロッキーとかだと普段話すかな、まあ楽しいんだけど、難しいですね。
眠たいね私は。けどもうちょっとお話ししたい気分もある。こんなに早く寝ることある？わかんないけどもう疲れた今日めっちゃ疲れた。やっぱさ普通のさ私服でオンラインじゃなく司会にさ挑むよりさちょっとさコスプレとかしてた方がみんな行きたいと思うものなのかな。ちょっともう一押しちょうだい私にサンタさんとトナカイをする勇気をもう一押し。勇気がない。そんなことないかな。だってそんなこと言わないでよ。でもこんなんね、大人になったらしなくなっちゃうから今のうちだよね、するの。僕は私服が好きなのであって、じゃあアンケートです。これはアンケート、1が行きたい、2は別にそんでもない。じゃあこれは自分の推しは、でもどうだろうね、やっぱやめよう。これ投票終了やばい、めっちゃ早く終わっちゃった。まあいっかね、大人になったらしなくなるからね、今のうちだよね。皆さん来てください、今受付中です。あ、制服ね、制服もいいよね制服もいいよね、制服もいつかしよう。ひと近いやオンラインに行くの結構ハードル高いね。え、そうなのかな、私さなんかあんまり経験なくて分かんないんだよ。終わろうかな配信。ちょっともうお眠すぎて話せないですお眠すぎて話せない、私もう話してない今日配信で。ランキング見ます。13位、ハッピーさんありがとうございます。12位、シャオタンさんありがとうございます。11位、ウラさんありがとうございます。10位、ミルンクラゲさんありがとうございます。9位、マーヤンさんありがとうございます。8位、ワンタンメンさんありがとうございます。
7位パルサさんありがとうございます。6位カンさんありがとうございます。5位ウッチーさんありがとうございます。4位ただの魚さんありがとうございます。3位 HKT 上手当時さんありがとうございます。2位ヨシタンさんありがとうございます。1位リオダさんありがとうございます。ありがとう。おやすみ。おやすみなさい。